なんか私が今年40周年だったりしたからか、京子 T シャツ作るぞって突然言って、はい、でなんとなくこんなのどうって言ったのがこの辺の写真だったの。そうそう、ね、で超かわいいじゃんって言って、じゃ あのカメラマンの人に一応連絡してお願いって言ってみようかって言って、ね、たらやって京子に電話してって言うから小暮徹さんなんですけど、はいはい、電話してちょっとパパちゃんが T シャツ作ってくれるんだけど、はい、徹さん撮った写真なんだけどいいって言ったら、どうぞ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 って言ってそんな感じで、そうだからその外から見たら、はい、絞り込んで、はいはい、この時代のあれをどうのこうのみたいに、はいはい、すごいきちんと考えられたように見えるかもしれないけど、そもそも私とパパさんの関係ってもちろんスタイリストと、着せられる側っていうこともたくさん経験したけど、そもそも遊び友達なんですよね。そうそうそうだよね。だから今回のもなんか企画書があったわけでも何でもなく、こんなのどうって言って、かわいいじゃんって言って OK みたいな感じで、今日とかだって19日空いてるって空いてるみたいな、10時半渋谷キャストね、渋谷キャストってなんだろうググって、ああそこのこと渋谷キャストって言うんだみたいな、そんなアバウトな感じなんです。私ももうあのエージェントとかないし、自分でやってるんで、マネージャーもいないんで、すごくいいですよね。そうそう、もう話が早いな。早いしね、楽しいし、ね、直接だから、うん、ニューヨークとロンドンで撮影してものすごい自由な頃だったでしょ。それこそ90年代ですよね。そう90年、ね、3年か4年だよね。そうだね、うん、だからなんか連れてってもらえてて、行きたいところに楽しく撮影してた写真がやっぱりすごい今見ても可愛くて、どっちもそれでやろうってなったんだよ ね。これとかだってね、本当はブランコみたいに乗ってるんですけど、それを横にしてるんだけど可愛いよね。ブランコじゃないや、これ、ね、牢獄みたいな。そう、廃墟の廃墟の、そうだそうだそうだ、そうそうそう。こっちはニューヨークの、ニューヨークだね、あれな、コニーアイランドじゃなかったっけ。コニーアイランドだっけあ、なんかでも海辺で写真撮ったんだよね。このだから水着とか自分のだもんね。そうそうそう、なんか水着持ってきて、まあ上手に喋ってますけど二人とも現場では昼間ね、すんごいおとなしいんですよ、ね、そうなんです、本当に無口で、私も馬場さんも今仕事だったりなんか気使って喋れるようになってるんですけど、うん、当時はテレビ局とかで楽屋に二人で行っても、うん、静かに、これ持ってきたけどどうがいいそんな声ちっちゃかったっけな、うん、そう、これ可愛いんじゃないって感じで、で周りの人が喋ってるって感じ。そうだよね、聞いてるっていう感じだったよね。そう、大人になったんだよね。ね、大人だったね。饒舌になった。そうそう。ね。まあ、ゴールドとか、まあ、知り合いしか集まんないバーがあるんですけど、まあ、そこで集まって、じゃあそこで待ち合わせねとかじゃなくて、ね、行ったらいるみたいな、ね、いるっていう感じだよね。感じだったね。どうしてたんだろう。なんか私の当時の90年代、私のマネジメントやってた人がとてもそういうクラブとかが大好きだったんですね。有名でしたよね、うん、で彼がいろんな人と仲良くなって帰ってきて、私にこう紹介してくれるっていう中にひろしさんとかいたんじゃないですかね。そう、でもその後、まあ世代も一緒だし、割となんかひろしさんとはなんかお酒を飲みに行くとかご飯食べるっていうよりは、なんか楽器買いに行くから付き合ってとか、どこどこの展示会行くから行かないとか言って、昼間会ってバイバイって感じの、そういうお友達ひろしくんとかで、ババちゃんとかは夜家にいて、あーなんか退屈だな、ちょっと出かけようかなって思うと、あ、いたいたっていう友達、うん、そう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 、まあ、2人とも酒飲むとね、明るくなる、上手になってね、楽しくなっちゃうね。そうどこまでも楽しくなる、ね、そう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 、そういう話が面白いな
だそういうの本当に話しなかったからね。そう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 だけど私もファッションだとか音楽だとか言ったらどっちかって言ったらアメリカよりイギリスが好きでしたの。もともとババちゃんのスタイリングとかそういうのは分かる分かるみたいな感じでしたのよ。なんかアメリカンって感じのものよりはブリティッシュ系が好きでした、もともと。だからキングスロードに行ってワールズエンド見てみたいなとか思ってました。プライベートでもロンドンとかに遊びに行くことがこの前も多かったですね、うん、ロンドン、フランスって感じでした。馬場さんこのクイーンっていうのにここをつけたっていうのは、うん、なんか思いつきで、うん、思いつきまあ何がいいかなと思って、うん、あ、クイーン、あ、いいじゃんっていう、深い意味はない、うん、あのインスピレーション、はい、あくまでこっちが深読みをしすぎたり、そうそう、だからそれはみんなが勝手にやってくれると嬉しいみたいなことだよね。でもこっちは多分そんなに意図して何かをやってるって感じじゃないんだよね、うんうん、きっとね、うん、そうそう、何でもよくよく考えてできる作品っていうのもあるけど、もうインスピレーションで絶対こうだよね、パパパパパパって決まるものが意外となんか人々にこう伝わっていくというか浸透していくものになることが多い気がする、うん、意外とこうやって卓上とかでうわどうしよう名前何しようとか考えても何にも出てこないからね、うん、ここに私のプロフィール書いてくれてたんだね、身長とか血液型とか。主席が考えたと、そう、会社の名前とかも書いてくれてニックネームありがとうございますで言うぐらい知らないのよ、ちゃんと初めて見てどうぞどうぞって感じで、こう新しい像を切り開いているっていう意味では、そうなんだよね。だからさ、結局人から見るとそういうものを切り開いているように見えるかもしれないけど、私からすると一つの私の人生だったりするわけだから、私は、長い間歌手として歌とか歌ったり、あとそのドラマや映画とか舞台とかに出て女優みたいな活動をしたりとかしていって、まあ、この先50代とかになるけどどうやって人生この先行こうとかどうやって死んでいこうとか考えた時に、何大きな事務所に行って、そこにはなんか組織とか団体の中っていうのには必ずルールが必要じゃん。でそこにはルールがあるじゃん。40年近く頑張ったけどずっとそのルールの中にいて私面白いかなって思ったからやめて、新しいルールを私は作ろうっていう感じの生き方にシフトしたの。だけど他の人から見たらそれはすごくなんかそういう風になんかそれはもう評価になるから、じゃ評価は人がすることで、私にとってはなんかこれやってやろうぜっていうよりは私の人生の、年表を見てる感じ。なるほど、うん、ブランドを立ち上げた経緯と、うん、あとまあ今後の広がり方展望ってどうか。うわ何にも考えてねまあさっきの話じゃないけど、まあ自分の好きなことをできたらいいかなと思って、うん、でこの GB は、まあ、T シャツのブランドにしようと思ってから、うん、もうちょっと広がればいいかなぐらいで、何にも考えてません我々普通に高齢者枠じゃないですか本当にでもうんうんじゃなくて本当にそうじゃん、ババちゃんとか。まあ実際もう私も56でもう楽しいことしかしたくないんだよね。あ、そう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 、あの、だって頑張ってきたもんね。そうそう、もう仕事でももう好きなことしかやりたくない。そうそうそうこれで一儲けしようぜみたいな気持ちも全然ないわけ。だから好きな人と好きなことをなんか無理せずできたら一番幸せだねっていう感覚だよね、うんうん、だからご飯食べるのもお酒飲むのも一緒で、うん、嫌なやつとは飯食いたくないし、そうそう一緒にいたくないしっていう、 そうそうそう、その時間がもったいないっていう感じ。そうそうそう、もう残りが見えちゃってるからね、時間の、うん、
そうそう、ね、だから全てにおいて無理はしたくないっていう。そうだね、本当そんな境地なんだよね、うん、そう残したいとかそういうものとかはなんか考え方だったりそういうのがないな。だから今日もいるけど若い子にこうなんか俺のそのファッションなりまあ生き方とかどうでもいいけどそういう知ってることを伝承していけばいいかなっていう、うん、若い人で社会に出たての人たちとかって景気のいい日本とか見たことないわけじゃないですか本当に本気で。意外とだからちょっと私たちよりその若い人だともうロスジェネ世代になっちゃったりして本当になんか遊ぶこととか楽しむこととかなんか不器用だなって思ったりそういう風に見えたりすることもあるんですね、うん、でその今若い人とかは本当に堅実に生きるみたいなことの方が多分自分を守ることだって思って生きてる人の方が多いような気がするんですよ。それはそれで一つだけど何かその中でも遊び方こう遊びっていうのはお酒飲んでわーってやるのが遊びじゃないからこうやって物を作るとか会話にもこう遊びこの世代ってすごい遊ぶじゃん会話で、うんうんうん、こうそういうこととかをなんかなんとなく目の端で見ててくれたらなんか少なからず影響があるかなっていう気がしますけどね。だから私たちは楽しく生きてたいんだよね、うん、ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました